画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。来ないねー。来ないねー。ラクーン。いや、行ったのよ、最初。行ったんだけど、マイク。マイクよ。というわけで、安心感ボロータイムです。はい、ボロータイム、ね、最近というか、今回のアップデートで、てか、パッチノートに書いてたっけ、フックから抜いた後に足速くなるっていう。あれが伸びたってやつ。そっちから。二窓でチースしたくねえ、ウェスカーと。あやかしか。油。よいしょ。私はね、ファーストチースになりたいわけではないのよ。を言うと、すまんな、通るわ。もうこれ以上追わないでくださる？もうこれ以上追わないでくださるかしら。やめて、やめてよ。ノートーテム。今回ボロタ入れる関係上セルフボタンに入れれなかったんで、ああ。恵み単品です。こっち来ないで。終わってるんか。地下か。じゃあこっちに来る道理がないので、あれなんですよね、多分安心感って 6m 結構短いから、あれなんですね、おそらく上からだと反応しないんですね、小屋とかでも。多分動画にしてるんですけど、さっきお菓子だから安心感入れようとしたけど入らなかったんで、裏からなら入るかもしれないけど横とかから入らなかったんで、そこでチェイスされると癒しバレちゃいます。悲しいです。こちらのレベッカ犯人も使ってほしかったのに。もしかしたらあれなんだ、私の衝動チェイスめっちゃうまくいって通電しちゃうのでは。キャンプできないでしょ。
早めに離れる。結構距離詰めてくるの早いですからね、メスカー。直線的な距離、あ、ここに発電機。直線的な詰め方はしないように。わあ、なんか箱の板使ってたよな。バイバイ、また会う日まで。バイバイ金だ。ナイス。私今回チェイス頑張りすぎなので。加速ケーパーがろくな加速積んでないのに。オッケーオッケーオッケー。この程度か。レベッカよ。なかなかいいチェイスができました。あれかな、人体の超越ついてるかな。なんかあれなんでね、そのウェスカーが通常の乗り越えをしてくるときに、そのどんなもんかっていうのがわからんから、あれなんですけど、回復してあげたいな。でもこういう時にあれか、こういう時にさ、終末期が、終末期で合ってるが発動すれば、なんか開けてから救助に向かわざるを得なくなるから、そこでワンチャンが生まれるのかって思った。パークも使いようなんですね。ゲートを向こうに1個、おお、来てる来てる来てる。なんでここ私追う必要なくないねえ。私追う必要ないよ。あ、開いたんで開けるか。とりあえず開けて救助行って、先安心感かな、先安心感入れて救助合戦しよう。我がボロータイムよ。ゲートはいずこ。
待っていろ。待っているんだ、レベッカ。レベッカで合ってる？わからんけども。私がボールをタイムで救いましょう。6メートルの距離感覚が分からんのだけどさ、小屋が大体10メーターだよね、確か。って記憶してるんだけど、これはウイルスに感染しきっちゃうと、キャッチされちゃうので一発で、しっかりとウイルス取って、あらららら、危なっ。いた。もう向こうまで戻ることはできない。安心感が生きない。危なっ。チェイサー頑張ったんで脱出はしたいです。ナイス。いいチェイスだったよ、ウェスカーと。あ、もう出るか。めんどくせえや。救助無理だしな。万人も怖いんで出ましょう。いやでも安心感ボロを生かしたいね。うん。あんだけチェイスして。あんだけチェイスして。悲しみに暮れちゃう。生存と大胆1万なの。あんだけチェイスして私死んだ人より下だった。悲しみ。人体の血についてだいぶ早くなってたんだ、窓越え。さあ、ついに来た。ようやく来た。ようやく来た。アベスカーだね。1試合前は、プレイグだったんですけども。これはあれだな、初めてやる方かもしれん。よいしょ。いやちょっとね、結構ね撮影時間かかってます。うん、マッチメイキングボーナスも戻ってきちゃった。1時間半ぐらいやってんのかな、さっきのやつから。あのね、思ったのが、イラプションが強すぎる。ウェスカーとか安心感とか、もうそんな次元じゃなく、イラプションが強すぎる。対策のしようがないんだ、あのパーク。対策のしようがないのよ。どうにかしてくんない？対策できるようにしてくんない？対策ないのは、ダメだと思う。有能の照明とかさ、きついけどキラー側には不協和音とかあるわけじゃないですか。あ、向こうか。呼び声とかおばちゃとかも、まあ、最近強いけど、あれチェイス中か、チェイス中か。ボルタあるから抜くか。呼び声おばちゃ強いけどさ、スキルチェックでグレード出したりとか、スキルチェック止めたりとか、早めに触ったりとか。ずさんな肉屋も回復をしないという選択肢を取るとか、
あるのよ、対策の仕様が。イラクションないのよ。発電機触らないとこのゲーム脱出できないからね。マジで VC パーティー以外に対策あるの教えて。うん、汎用的なやつね。とりあえず回しておりますが、追われているのはザリーナカッシル。一番最初にラクーン来た時は向こう側が開いてたんだけど、今度こっち側が開いてるんで、初めてだな、板先生とか。あのボツになった幻のやつね。幻ってことでもないけど。大体のウェスターにまやかしがついてるイメージなんだけど。あ、足速くない？霊界理論？行った。行ったよ。あ、こっち通れるようになってんだ。安心か、安心したい。今回イラプションついてないのかな。そういう意味で言うとさ、あれだよね、あの安心感より盗聴器の方が立ち悪いかもね。キラー側が気づきようがないからさ、わかんないよ、あのわかんないけど、キラー気づきようがないしね、ワンチャン安心感の方が立ち悪い、安心感よりも盗聴器の方が立ち悪い説はあるけど。普通にチェイスしてたら入っちゃうもんな、安心感の範囲。手札公開だって 30m ぐらいまで拡大するんでしょ。やばいよな、盗聴器。抜いちゃっていいね。お、ワクチン、ワクチン交換会。安心感もあれかもね、あのなんかなんだろうな、なんか調整案としては何がいいんだろう、わかんないや。安心感がね、なんか気づかない人が多いのか、あんま刺さないことがあるんだよね。こういう時とかに例えばポッと入れて、ポッと入れて一回ちょっとゲート開けてきますわっつって、あ、ゲート開けてる、ちょっとだけ待ってね。みんな集合、みんな集合、安心感入れてるから。あ、こういうとこやな、まあ、結論こういうところでしか生きないよな、最初のうちは多分。漏れる。
やっちゃった。遅かったですか。あ、離れるか。ただ安心感を入れてたことによりまだまだ耐久できるよ。まだまだ耐久できるドン状態。あ、担ぐんだ。これ長すぎだな。15くらいでよくないか。やっぱり30はやりすぎだと思う。え、これであれなのかな、1人1回までって書いてあったけど90秒伸ばせるってことは30秒伸ばせるってことは30秒だけでも強いんだけど、1人30秒だけでも。強いと思うんだけどどうなんだろう。15、とりあえず一旦回復行ってきますとりあえず一旦なんかみんな回復してもらって。とりあえず一旦回復してもらってですね、ボロ入ってるから駆け抜ければいけるはず。いけるぞ、多分いけるぞ。いけ、安心感。安心感。あー、まあでもああいうところ以外で、まあ何度かね、その使いはしたんだけど、みんなねすぐ引っこ抜いちゃうんだよね、割と悲しいから。まやかしなかった、珍しい。まあもうちょっと研究が必要ですね。安心感うまく使うには。採用もねそんなされてない、私以外つけてたから。彼これ7、8試合やってんだけど、安心感私しかつけてないような気がする。つけてたかな誰か。それぐらい採用率低いですね。まあ今後どうなるかは分かりません。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。